おはようございます。本日は2022年5月15日になります。今日はね、また乗り鉄の会、乗り鉄の会、なんで逃げるんだあいつら。はい、今日はだから、丸々ホニャララ一郎ツアーになります。はい、彼主催者、ケイチロウくん、おまけ。メインだからね。メインあなたの方がおまけなんだから。ジョイチロウくんで、そしてイチロウくん。この下りになるとさ、俺だけちょっと変じゃん。いや、運転イチロウっていないよね、あんまりね。まあ、あの電車に乗りに車で行くってどうなん、ね、というわけで今日はね、なんと王健先生の新車を出してくれるって言うんでね、ナンバー絶対映すなって言ってました。これなんかほら、デジタルメーターかっけー、あれみたい。クラウンだよ。はい、出発です。あ、快適、軽自動車とは思えない。確かに静か。うん、いやー、すごい。うちも担当だけどなんか全然違うな。あ、そう。うん、全然違う感じがするな。めちゃくちゃ乗り心地いい。あれ後ろ、あれ、うん、倒れる？シートベルトした？した。うん、大丈夫。これより高速道路に入りますので、必ずシートベルトさせる。ETC ついてる？入れた。了解。おー、すごい。快適。こっから行きます。出発。長野まで行ったら結構あるでしょ？いいこっちゃん。おー、結構ありますね。ETC。はい、通過。わあ、すごい快適、普通車みたい。デジタルメーターだよ、ほら。デジタルメーター、そのうちあの軽自動車の悪いとこ出てくるから。そう、途半車線入るから。途半車線、いやいや、ベタ踏みでお願いしますよ。分かりました。そこは一生懸命走りますよ。わあ、楽しみだな。なんか、酔って吐いたらごめん。いいよ。編集してる最中にゲロ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 。そう気持ち悪くなっちゃう。あ、ジョー君、これあのほら、叩いてあげてよ。すごい、あのバタドラが。いや、まあ、うわー、何、すごい。開けていいですか？いいよ。見せて。うわー、これね、俺めちゃくちゃお友達にもね、押してた。うわー、これくれんの？いや、いっぱいですわ。うわー、バタドラ、この謎のバタドラ、これ大好き。これ僕めちゃくちゃ大好きなバタドラです。ちょっと一風変わったバタドラです、これ。後でいただきます。はい、妙高さんを見てます。あれね、この時期だけ見える羽馬っていうものが、羽馬と呼ばれてる馬がこう、わかんねえかな。あー、手ぶらしちゃうね。わかんないかもしれないな。ちょっと今、全然見えなかった。山が見えてきたけども、これですよ、今画面の中央に見えてるのが、ほら、馬が空に向かって跳ねてるみたいな感じに見えるのが羽馬です。で、手前に見えてる観覧車がサンシャインランドですね。あー、わからないかな。羽馬が跳ねてるみたいな感じに見えるやつ。いい景色ですね、妙高さん。せっかくなんで、そろそろバタドラタイムにね。これはちょっとね、なかなか面白いですよ。バタドラタイム終わり。ああ、バタドラ、これ王健先生が買ってきてくれたね、バタドラ。城の聖火っていうね、お菓子屋さんなんだけど、ちょっと一風変わったバタドラで、これね、今度友達にあげようと思って驚かせようと思ったんだけど、ちょっとネタバレしちゃうけど、食べます。いただきます。なんとこれね、うまいですよ、すごい。なんとどこまで食べてもあんこ出てきません。本当にバターしか入ってない。これがうまいです、すごい。本当にバタドラ。そして車はいよいよね、長野県に入りましたよ。ね、もうちょっと妙高を過ぎて、今右側にはね、見えるかな、黒姫山がね、見えてますね。いよいよ長野県ね、楽しみですね。冒頭の動画が長くなっちゃって、電車がメインです。今日長野電鉄に乗りますよ。黙々タイム、うめえ。
長野はね、とりあえず、私鉄の乗る旅なんで、まあ、とりあえず最初は須坂スタートっていう話なんですけど、須坂行きますからね。須坂ですか、僕行ったことないですけど、一体どういったところなんでしょう、須坂というのは。須坂、あの長手の中じゃ大きな駅だから。あれですか、ザ・私鉄の駅。言っちゃってんの。あ、言っちゃった。なんかさっきで聞いたような下りですけど。いや、もう、ね、言っちゃってんの。あのこれね、やらせですから。もう一回やるとか言ってね、回しておきながらね、言っちゃってんだ。だってなんかずっと撮ってるとさ、夜なくなっちゃうんだもん、携帯で。あ、もうなんかだからもう、わざと演出やろうかと思ったけど、ね、もうダメだわ。いや、もう須坂、須坂、須坂行きます。ザ・私鉄の駅。なんかいきなりそば食べてる時点で今見たいなって思って、お腹減っちゃったよ。だからなんか買うかって時に買えばよかったわけ。バタドラでいいやなんていう。なんかそば食べたいですね。インターはどこで降りるんですかね。あの須坂中の東で。なるほど、そこね、はい、もうちょいです。もうちょい40分ぐらいするとその湯煙、のんびり湯煙、のんびり湯煙っていう感じ。あ、運転日11時34分。すごいね。11時何分だ。11時20分です。うん、それそれ。あ、それに乗ると、うん、それでアリバイ成立で。アリバイ成立、うん、なるほどね。そうすれば、なんかね、こういうのんびりってね、なんかね、観光案内してくれるんですよ。すごい。でプラスで先頭は指定席じゃないから、うん、行けると、うん、あ、なるほどね、すごいね。座れればね、駅に行くんだけど、須坂で。須坂で降りて駅に行くんだけど、うん、ちょっとその前にね、ちょっとあの、うん、寄って、うん、ちょっと見てみたいのがあるんで。あれ、荻野屋の釜飯。そう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 。潰れたんだってね。潰れた？あのでかいとこ。やめたんだよ、ね。やめたんでね、うん、でかいとこ、うん。その隣ぐらいだったかな。うん、なんかちょっとね、うん、あの見たいのがある。見たいのがある。これ見て。いや、楽しみですね。なんだろう。いや、あのインターの荻野屋がな、でかいところドライブインがなくなったのはちょっとびっくりだな。ね、どうなってる、廃墟になってるのかな。わかんないけど。もうちょい、まもなく。沖縄を見るわけじゃないけどね。うん、了解。珍しい。こちらですね。須坂長野東、こちらで降ります。ほら、前。ドキドキですね、この瞬間。ETC 車両、軽自動車、大剣豪。わあ、揺れる揺れる揺れる。あ、安い。2500円、うわあ。後で割って。五階町駐車場シャトル。今回のツアーの第一チェックポイント、こちらになります。入っていいのこれ。入っていいの。わあ、この電車、何、長野電鉄のカラーの結構古い車両。あれ、もともと何のやつ、もともと長野電鉄。うわあ、行ってみるか。ああ、これは一体何なんですか、これ。ここね、うん、昔ここにね、そば屋さんがあった。お蕎麦屋さん。そう、うん、蕎麦屋さんがあって、うん、で蕎麦屋の大将が、うん、鉄道が好きで、うんうん、あの隣でね、鉄道模型館みたいなのをやってたったんだよ。それ知らないわ。そうで、あのジオラマがあって。それもあったんだ、ここに。ここにあったのよ。行ったことあるんだ。うん、それがあって、うんうん、で、あの鉄道模型みたいなのを走らせたの、うんうんうん、でそれの一環で、うん、このね、親父がね、買ったんだ、これを。そう、中電の電車を買ったのよ。すげえ。で、うん、その蕎麦屋さんあったんだけど、うん、あのもう年だから言って、うんうんうん、蕎麦屋さん辞めて、うん、模型も、うん、あの欲しい人に売るだかあげるだか何だかして、うんうん、ほとんど手元にないんだって、うん、でこの電車どうすんだ言った時にずっと保守されてたんだけど、うんうん、この度、うん、あの電車ってね、もともとあの東急に至ったんだよね。うんうん、あの青ガエル言ってさ、緑色で、あ、渋谷駅にほら、渋谷駅のやつ、うんうんうん、あれだったのよ。でそれがこの度、うん、あの東急車両、うん、昔の、うん、今のあの総合車両製作所、うん、あのあっちの関東の、うんうん、あそこが保存するってことになって、今じゃあ生き残るんだ。そう、保存作業を手前だけすることになった、うん、あ、し、奥は壊すんだ。それで、うん、奥は、うん、この先週、うん、水曜日ぐらいかな、うんうん、頭だけね、うん、持ってったんだって。どこへ。それが分かんない、保存すんじゃねえかって、頭だって、うん、切ったんだ、じゃあ切った。そうそうそう、これ近づくとまずいかな、やっぱり。これまずいよ、だってもう今、そうだよね、敷地の中だから。わあ、今ここからが限界。ここからが限界、うん、あれが、どこに保存、どこに保存、分かんない。東急車両だから、あれどこだっけな、京浜急行の金沢の。これの生き残るらしいですね、保存すんだ。これ青ガエルだったんだ。そう。
あーすごい、そっくりそのままパンタグラフも、あれ線路もここに置いたんで持ってきたんだよね。昔ここになんかなんか踏切のレプリカみたいなのが置いた。それ知らないわ。なんかちょっと記憶にあるようなないようなんだけど、あーすごいね。実際長電で走ってたんだよね。走ってたの。すごい。青ガエル、赤ガエル言うて色塗り替えてさ、ね、じゃあ2両連結で両方ともまともだったんだ。そう、2両編成かなんかで走ったんだ。すごい。あ、もともとね、2両編成だったのね。うん、かもしれない、わかんないけどね。3両だったかもしれないです。うわー、これ渋谷駅のと確かに同じだわ、形。おもろい。C10 長電。いやー、これまず第一チェックポイント。あまり容量使うと、あれなんで。ね、まあ、見れてよかった。大元先生、これ。ね、ありがとうございます。よかった。うん。そのうち多分、なくなっちゃう。ここから運ばれていくから。そうだね。運ばれていくんだね。うん、見れてよかった。ありがとうございます。ここにお蕎麦屋さんがあったのは食べてみたかったですね。もうお蕎麦が大好きなんで、今はね、さら地になってますね。非常にまあ寂しい話でございますね。じゃあこれからね、須坂駅に向かうのかな。ね、行ってみますよ。ちょっとギリギリ幕が見えにくいけど、急行信州中野って書いてありますね。これまた緑色に復元され、緑色だよね。うん、多分復元するだろうね。ワンマン装置を戻して戻してね、うん、いやトレーラーだね、運ぶんだね。ああいうね、なんか廃線車両とかこうね、あれなんつうの、廃車になった車両とか見るのは本当に好きで、僕は本当好きなんだけども、たまたま見かけたね、いつだったかの SL ランド、あれなんかちょっとお化け屋敷みたいだったけど、ね、動画上がってますんでぜひね、あれ何の動画だったか忘れちゃったけど、はい、あの山のあっちの SL ランド、スモン村、スモン村かなんかの。そうだよね、スモンだよ、ね、もう朽ちちゃって朽ちちゃって、もうさ、お化け屋敷みたいになってんだけど、ちょっとあれも興奮した僕ね。あ、中入ったんだよ俺。あ、そう。いいのか悪いのか分かんないけど、でも何も言ってこないから多分大丈夫だと思うんだけど、いい、うん、もうね、もうあれやばいお化け屋敷みたいになってる。ああいうの見るの結構好きです。はい、で怖いもの見たさ。須坂駅到着。あ、一般有料駐車場。これちゃんと記録して後で割ってね。はいよ。うん。払うからちゃんと。長電がさ、やってる気がする。おお、長電がやってるんだこれ。わあ、あれほら、あの地下鉄だったやつじゃないあれ。地下ね。日比谷線。日比谷線だ。うん、おお、日比谷線もろまんまじゃないですかあれ。だから古い日比谷線。ああ、これ、あ、動かないやつか。これが動かない。なんで動かない。もう古しいっけ。古しいっけ。そんな古しく見えない。ああ、でも、地下鉄だ、東京の地下鉄がいるって、ライン入ってんの中の、こういうことが長電仕様にしたの。あ、え、あ、日比谷線ってもの銀のみだったっけ。そうそう、え、ライン入ってなかったっけ、うん、うわ、マジか。あ、どうぞどうぞ。見てくださいね。すいません。ほら、こういったところもね、これ多分レール、レールじゃねこれ、レールじゃねレールじゃねこれ。レールだ。おもろいですよね。電車のね、これ言っていいやつ、言っていいやつですかこれ。言っていいやつなんですかこれ。これ何、車検切れてんの、なんで動かさないの、もう切れてんじゃねえんだかな。うわー、もろそのまんま、これ放置されてるみたいですね。何年もどれぐらい、どれぐらいは、つい最近まで動いてる。あ、へえ、うわー、これが見れるとは。新しいタイプは乗れると。新しいタイプは乗れる。うわー、ワンマン仕様のこのもろ銀の日比谷線の車両。あ、なんかこれハグってある、これもしかして。もともと何をこの辺のなんかわーってなってるやつ、これ、このまま、もともとこんな蓋がないんかな。なんか妙じゃないこれ。これマニアの人見たらさ、なんなの、わかんねえのかよとか言われるかもしれないけど、俺わかんねえんだよ。マニアじゃないもん。わー、パンタ下がってますね。これ日比谷線のまんま走ってたんだ、これ。これだけまんまに、これ多分ハイなんだよね、赤い線もともと入れてあったんだ。入れたやつを電車来た。あ、すごい、電車来たね。向こうにもあるじゃん。あれ東急。あ、東急なんだ。区別わからん。あ、電車走ってきました。ちょっとガラスの向こうだけど、おもろいですね。長野電鉄です。今日はね、乗りまくりますよ、ね、一番の目玉はロマンスカーだね。ロマンスカー、小田急の乗りたいなと思ってます。須坂の幕が出てるね。これもほんと見せるためにやってくれてんだろうな、おそらく。あ、日比谷線車両ね、最近まで走ってたのかね、これね。
いや今日はね一日ね、ロマンスカー、あとは成田エクスプレスだとかね、そのまま走ってるらしいんでね、もう見るだけでもめちゃくちゃ楽しみだけれどもね、今日一日頑張って乗りまくりますよ。これマッコウクジラっていうね愛称で親しまれてた車両みたいですね。ああそうなんだ、すごいもろ銀ギラなんだね。これまあこの行き先がねどうなるのかちょっと分かりませんがね、うわーすごい楽しみですね。窓ちっちゃい、そうだね、小さい窓から見えない、子供の頃見えないね、見えないね。英断地下鉄、英断地下鉄で、この窓のでかさ、あーねー、英断地下 鉄、半蔵門線の新車ぐらいまで届かった。あ、そうなんだ。南北線の新車になってからこんなに、な大きくなったんだ、うん、まあこのでも銀色のボディが地下鉄って感じだな、昔っからだよね、昔から、うん、入り汗は特に ね銀ギラ銀。なかなかった。でそしてねこれ須坂の駅前、駅ビルなのかな、駅ビルじゃないか、こあれが駅舎、うん、駅舎だね、うん、イオンがあってザー私鉄の駅、ね、私鉄の駅って感じだよ、するよねやっぱりね。へえ、これから行ってみます。あ、これこの3両がねここで連結されてるけどね、うん、これもみんなライン剥がすのかどうだか、でもなんか塗ってあるっぽいんだよな、ね、まだいつでも走れそうな感じはするけどね。あれあんな形の日比谷線知らないよ俺。あれが新しい方、今現在走ってる方、ほとんど日比谷線なんだ。そして現在も使われてる元の地下鉄の車両ですね、うん、今、まあ、あれが主流なの今、あれ主流じゃないんじゃねえか、まあとにかくいろんなのが来るんだよね。ロマンスカーいつ来んの、ロマンスカーめっちゃ乗りたいんだけど。駅前のロータリーですね、結構開けてる感じはあるね。日曜日の朝なんでね、割とまあまあなんか静かな感じはするけどね。イオンがつながってたりね、ペストリアンデッキで向かいのビルとつながってたり、結構すごいね、よくできてる、うん、このね橋の上からね車両基地が見えるんだけど、帰りのお楽しみだそうです、とりあえず切符を買って電車に乗ろうかっていうね話になってます。バス停なんかはねすごく新しい感じがするね、屋根といい、なんかこのロータリーにしろねすごく綺麗な感じがする、新しくできた感じはあるんだけども、駅この電車乗り場とかめっちゃなんかレトロな感じする、急になんだこれ、すごい古い感じがすると急に。よし、ではいざ長野電鉄行ってみます。駅の中ではちょっとしたお店がなねあります。こんな感じで、うわーこの生そば美味しそうだね。漬物なんかも売ってる、なんかいろいろ売ってて結構楽しい。駅はねちょっとレトロな感じもありますね、あの時刻表といい。だけどこっちは新しい電光掲示、すごい鉄道グッズが売ってる、スノーモンキー2100系とか、ほら湯煙、これね今日どっちも乗りますよ、っていうか乗らないと帰りません、乗らないと帰れません。いろんなグッズがね売ってます、売り切れとかもある。こんなのも売ってんの、すごいキーホルダー、スタカとかも売ってるし、結構面白いですね。はい、わかりました、ありがとうございます。1日フリーで乗ってられる乗車券が売ってます、2070円、すみません、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。特急も乗れますね。あ、はい、特急も乗れます。うわー、ほら、一日乗車こんなのあるんだ。ね、これ、今日使い倒しますよ。ね、うわー、楽しみですね。裏には、これ、もろ成田エクスプレス。うわ、ほら、おもろいですね。これ、絶対乗りますよ、今日。はい、9時43分、乗ります。市ってなんだ、信州中野駅入りますよ早速。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。スタンプですね、スタンプ式。あ、3番です。3番線から行きますよ、音楽が流れてる。あ、結構ね古い感じはありますね、駅の中はね、すごく楽しみ。
ロマンスカーもうこんないきなり見れちゃうんだ。あれ、あ、手渡信号なんだね。小田急のねロマンスカー、あれにも絶対乗りますよ今日。あ、すごい楽しみですね。短っ。あれ本当にロマンスカーで走ってた時はどれぐらいあったのかな。そうだよね。あー、すごい短い、可愛らしい。すごい憧れたな昔。新宿からね出てたんですよね、箱根行きだったかな、乗ったことないけど特別な、ね、感じがするね、すごく。そして来ましたね、これに乗りますよ、信州中野駅。これは元東急の車両だそうです、8号0号。これも多分当時からのものだよね、おそらくね。あー、すごい楽しみですね。東急の車両にね、中はそのまんまですね。広告なんかはね貼り替えられてると思うんだけども、すごい。これがまあ路線図ですね。今須坂の駅だけど、とりあえず小布施でね降りようと思います。で、まあ湯田中もね出かけていきますが、いろんなところでね降りて、いろんなところ見れたらいいなと思います。で、善光寺なんかもね後々行こうと思ってます。ほら、鉄道運勢のラッピングだね。向こうも東急車両。面白いですね。もうなんかいろいろ面白い。そのまんまだね。地下鉄って感じ？地下鉄、あ、東急か。届きましたね。ご乗車ありがとうございます。この列車は、ね、なんか私鉄のこの雰囲気って最高ですね。出発です、ね、長野電鉄乗りまくりの旅スタート。直線すごい。あ、このリンゴ畑の真ん中を颯爽と駆け抜けていく、ね、元東急車両、なんか田園都市線で走ってた車両が多いらしいですね。あ、現在はね長野県を、ね、走ってますよ、東急支線の車両。景色はすごくいいですね。すごい緑がね本当に綺麗。向こうは四高山、黒姫山、戸隠山だったりするのかな。結構飛ばすね、早いね。まもなく栗で有名なね小布施に止まります。小布施でね降りますよ一回。いい雰囲気の駅ですね。おー、長電電車の広場、あそこ行けんのかな。ここで降りますよ、楽しみだね。はい、小布施に到着です。電車がいるんだね。おー、これも保存車両だね。近くには行けなさそうだけど、
こんな面白いことしてあるところがあるんだね。はい、東急田園都市線だった車両、バイバーイ。赤いライン多分そのままだね、東急のまんま。すごいレトロな感じの駅ですね。あ、普通にね線路を渡るんだね。すごい当時のまんまな感じがするね。そこに山の説明書いてありますね。右からマダラオ山、妙高山、黒姫山、戸隠連山、飯綱山、ね、こんな感じで見えてますよ。すごく景観はいい、最高ですね。晴れましたよ長野県は。何これ行っていいの本当に、お客さんとか言って言われない？言われない。おーすごい、ここ電車来ないの？踏切渡る。え、ま、マジか。あ、行けんの？行っていいやつなの？お邪魔します。そして線路の上にこのゴムのマットが引いてあって、まあ一応歩きやすいようにしてくれてある配慮がされております。あの車両行けるんだって、特急車両元の。うわ楽しみ。はい、近づいてまいりました。この車両こんな近くまで来れるとはしね、思わなかった。いや、めちゃくちゃ楽しみですね。特急オブセって書いてありますね。これいつまでも保存するのかな、これ。電車の広場、普通に誰でも入れます。あ、まあ切符がないとね、あの駅の構内にさえ入れれば、まあ多分入場券とかでもいいのかもしれないけど、普通に来ていいらしいですね。で、真横からですね、電車見れます。中には入れなさそうだけど、うわよくできてるね。うわすごい、めちゃくちゃ楽しみ。ああこれも相当ね、だいぶ古いけども、かなり近くまで、もう本当に触れるぐらい近くまで来れますよ、ね、ワンマン装置がついてるね、前行くと。すごい、ネプチューンだね、本当だね。すごいレトロでね、本当に、いつまで走ってたんだろうこれ。あ、これは払い下げじゃない、もともと長電の車両ね、そうそう、特急車両だそうです。うわかなりね、朽ちてね、塗装なんか剥がれたりしてるけど、2008って書いてあります。こういう車両の番号なのかな、何なんだろうね、4桁のって。はい、こちらが連結の場所ですね。前は中にも入れたらしいんですけど、今はどうやら開かない。なんかでも硬くて開かない。本当？でも足跡いっぱいある。うん、入っていいやつの開き方じゃない。うわー入れるんだ。懐かしい香り。うわー昔の電車の匂いがする。うわーすごい。あー中入れるんだ、ね、普通にあのドアが開いてですね入れます、ね、当時の、ね、こういった時刻表なんか、当時のじゃないか、これ後から貼ったかもね、綺麗だもん、やたら、ね、雰囲気で貼ってあるのかもしれない。特急車両ですよ。あー素敵だ、なんか懐かしい香りがしますね。すごい入れちゃった。中シートはね基本ボックス席、こういった席もあるけどね。すごい興奮するね。ね、扇風機じゃないんだね。昭和39年。わあすごいね。39年、俺が49年生まれだっけ ?47 だから。57年前の車両。そんな古いんだ。東海道新幹線。うわあ思ったよりでもそこまで古い感じはしない。だから特急仕様だからさ、やっぱ蛍光灯カバーはしてあるし、うん、ああそうだね。で昭和39年のこれ後付けたの、うん、ねえクーラー結構だ、デラックスだよね、うん、うん、すごい、おもろいです中へね。本当にすごいね、面白い。座席は回転しませんけど ねすごい、これなんかもう、わあなんかすごい古い感じがするけど、あこのねこうバネの感じがね、このお尻の下にねバネが入ってる感じがする感じですよ、うん、すごいなんか、わ懐かしい感じがするね。乗ったことないけどこれ、うわすごい感動する、うん、すごい楽しいです。あ、はい、1号車、先頭から見てみますよ。あ、ここは普通にもう開いてる、もともと開いてた、はい開いてますね、普通に開いてる。運転席、運転中の問い合わせはご遠慮願います。ああ古い、
まあ昭和39年の車両だからね。うん。でもあのなんか機械なんかはさ、ほら設定機みたいなのは結構今風だったりするな。やってきたのは東急車両ですね、元のね。結構走ってるんだね。はい、湯田中行き。わあ、すっごいね。のぺっとしてる感じするね。ワンマンカーですよ、長野電鉄車両。こんな面白いところがあるんだね。向こうからはね、ロマンスカーが来ましたよ。そして反対側からは成田エクスプレス。これは本当に面白い。いやー、もろ当時の感じですね。これに乗りますよ。スノーモンキーという名前になってます今は。成田エクスプレスそのまんま。うわー、すごいね。これ本当に面白い。で、湯田中行き。そして背中側はね、これロマンスカーですもろ。これもすごいね。非常に面白い。結構ね、ご利用される方いっぱいいるんですね。成田エクスプレスそのまんまですね。おー、こんな感じ。面白いね。いやー、すごい、まだ全然綺麗だよ。ああ、いいですよ、どうぞどうぞ。上だから、そうだね。これはおもろい。すぐ発車、もうほんとすぐ発車だね、このロマンスカーを。ロマンスカーも後に乗りますよ。乗らないと帰れません。ご乗車ありがとうございます。この列車は、これ長野電鉄さんおもろいですね。これも中なんかもそのままでしょうね、多分ね。すんないね。本当にモロになりたいエクスプレスですね。居住感が最高。本当に普通のなんか快適な特急に乗ってるっていう感覚ですね。すごいいいですよ。上はね、そうだね、スーツケースがそのまま入る。あんまりでかいのは入んないかな。でも、ね、もともとね、まあ、成田にね行く車両だったからね。デッキに。ああ、デッキにね入るんだ。こういった感じの、ね、面白いですね。もうゆっくりゆっくり開く感じ、ゆっくり開く感じ、まあ、あんまりね今ここね利用される方は少ないかもしれないですけど、ね、成田エクスプレスそのままの感じですね。あるけどね、ちょっと大人になってから来たことないから非常に楽しみ。温泉街があるんですよね、湯田中。温泉街までね歩いて行けるのかどうかわかんないですけどね、結構今回は行き当たりばったりのね旅なんで。でも非常に楽しみ、湯田中、外に出てまあ散策してみようと思ってます。はい、湯田中到着です。ここが湯田中ですね。え、誰も降りてこない。湯田中到着。ここが湯田中ですね。成田エクスプレスに乗って湯田中に到着しました。本当だ、御開帳の年だから。まさかこれ回るかな、間もなく。すごい音楽が流れてるんだね。この駅だからこそなのかな。で、モンキーだからね、あの猿のこの湯田中渋温泉号っていうのかな、北志賀の、クーハ21号に非常に乗り心地が良かったですね。すごく楽しかったね、成田エクスプレスの車両。いやー、面白いことしますね。はい、ウェルカム湯田中です、降りますよ。
はい、どうぞ。どうも。どうも。ね。まあ、いずれにしろ、湯田中の駅に降り立つのは初めてですね。駅の横にはね、あの、バスのね、車庫がありますね。みんな同じカラー。小さいバスも大きいバスも、みんなね、あの、長電のカラーリングでございますね。そしてこちらが湯田中駅の外観。うわ、結構でもね、歴史のある感じの駅かもしれないですね。看板は割と新しい感じがするけど、N24。ね、湯田中。なかなかね、これから散策してみますね。ここは長野県の山の内っていう地区になるのかな。山の内ガイドマップって書いてありますね。ね、まあ、温泉郷があってね、あちこちにね、いろんな温泉があるね。角間温泉、上林も温泉、あとはなんていうの、勝野温泉、渋温泉、安大温泉、湯田中温泉、星川温泉、いっぱいあるんだね。ね、湯田中温泉、今湯田中にいるんでね、湯田中に行ってみようと思います。タクシーがノアだよ、見たことある？珍しくない？だってタクシーがほらワンボックス。あ、そうか、そういうことか。正面からね、まあ、スイッチバックなんでね、成田エクスプレスのこれなんか塗り替え、長電カラーにはなってるらしいんですけど、いやもう僕はもう成田エクスプレスもろにしか見えないんだけど、そしてこの駅、旧駅舎も残ってるんですよね。入れんのかな。いやーでもこれ成田エクスプレスのそのまんまにしか見えないけどね、塗り替えられてるらしいですね。スノーモンキー仕様、3両編成。いや非常に面白いですね。駅前ね、もうすぐに温泉街があるんですね。湯田中温泉、電車で来れる温泉街ですね。非常に素晴らしいですね。昔の駅舎もそのままそっくり残っていて、何お風呂屋さんになってんのかな、お店なんかになってて、有形文化財になっててね、中に普通に入れる感じになってます。なかなか面白いですね。楓の館、中にはね普通に入れて休憩スペースみたいになってる。隣はね多分お風呂屋さんになってんのかな、そんな感じです。あ、すごいなんか懐かしい感じはするね、やっぱりね。まあ、来たことはない多分ないと思うんだけど、子供の頃にもしかしたら来てるかもしれない。すごい区分になってる、そこに駅員さんが立って。あ、そうだよね、当時の改札口がこの鉄の柵みたいなのがね残ってますね。ここが出入り口だ、出入り口が改札だったんですね。こちらには民芸品なんかがねあります。今ちょうど整備中ですね。窓口なんかもそのまま残ってる感じですね。非常に面白い、ね、作りですね。あ、それがこの人のところからずっと紐で来てて、はいはい、このでっかい木のところへつながってる。あ、直接触らんでからさ、何百万で、何百万円で、何百万。あ、なるほど。へえ、善光寺さんね。伊勢丸、あ、そうなんですか。これ今だけ、今だけなんですか。今だけ、今だけ。今日だけ、今日こうちょっとしばらくね。あ、しばらく。6月までやってるでしょ。はい。あの全国で。あの副会長。今では副会長。ああ、そうなんですか。それでこういうのが売ってるから、もしよかったら買ってって。あ、はい。中でね。あ、そうですか。毎年これ売れるんだよ。へえ、うん。なるほど。こういうの書いてある、こういうことをさ、全国で金安全とかなんかいろいろな。はい、乗ってきました成田エクスプレスの車両がね、まあ、スノーモンキー、今はスノーモンキーという名前だけど発車ですね。おー、なんか都会の電車の音がする。はい、バイバーイ。快適でしたよ。かっけー、結構坂下ってる感じに見えるな。これがもしかしたら温泉街。あ、なんかでも雰囲気ある。 お風呂屋さん、この浴場には鍵がかかっていますので、鍵の中に入れていません。地域の人しか入れない。そうなんだ。そこにあるのがほら、貴金属、時計、化粧品、小間物っていうの、あれなんていうの、小間物、おかもとあります。親戚かな、ひょっとして。の岡本さんはですね、まあこれもしかしたら、潰れてるかもしれないね。非常に残念。まあわかんないよ、わかんないけど、このなんかホロがボロボロ。
なんか昔ながらの旅館なんかもね、この温泉街、温泉街なのかちょっとわかんないけど、まあいろいろある。結構ね歩いてきたけど、まだまだ先まである感じですね。あ、ここもやっぱり郷土温泉、温泉中、温泉が出るのかな。温泉ではいろんな温泉。へえ。こういうところちょっと入ってみたい気持ちあるね。しょっちゅうねこういったお風呂屋さんがあるんですよね。コーラだと自宅にお風呂いらないね。すごい、なんか見てみたいけどね、普通に入れるのかな。こんな感じのお風呂屋さんがねそこら中にあるんですよね。ちょっとびっくりだね。面白い。湯田中ってなかなかすごい面白いとこですね。これほら男湯、やっぱりあのなんか刺すところがあってね、なんて言うんだろうな、面白い。あ、そろそろねロマンスカーの時間も迫ってくるんで、ね、温泉街はこの辺にしてね折り返そうと思います、ね、なかなか面白い。またちょっとね他の温泉街とは違った感じの雰囲気があるね。非常にまあ面白かった、ね、帰りはね一本また別の道からね下っていこうと思います。こっちも、あ、こっちはまあ民家だね。なんでもないね、民家だね。なあこれ下ってって、それ隣何、めちゃくちゃでかい建物があるんだけど、ホテルか何かなのかな。それにしては窓少ねえか。裏側、これなんだろう、あそこ看板あるっぽいけどね。水明館って書いてある。水明館って何、大きな旅館かなんかかな。なんかエアコンのファンが回ってる感じだから潰れてる感じではないよね。湯田中温泉、温泉街なかなか面白かったですね。なんか別のねなんか下った方にも温泉街あるみたいだね。大きな旅館とかそっちにあるみたい。そして戻ってきたらもうロマンスカー気分来てましたね。残念ながら入線するとこは取れなかったけれども、これにこれから乗ろうと思いますね。これ小田急のねかなり昔のタイプの車両だと思う。何千系っていうのかなこれ。うわー、でもこれからね改札すると思うんでね乗りますよ。ね、箱根に行ってたね、夢の電車ですね。短いけど行ってみます。はい、これでね、善光寺下まで行きますよ。11時20分で雪無理のんびり行というのに乗りますという名前になってますね。ロマンスカー行きますよ。お願いします。すごいコップが置いてある。どこ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 、あ、そこに階段が出てる。面白い。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すごい、このロマンスカー、元ロマンスカーにねこれから乗りますよ。特急長野行き、これからね善光寺を目指します。ここにはね入り口とかジャンプシートがほらマックスと同じタイプのねジャンプシートがありますよ、非常に面白い。運転席にはねこの階段をね先ほどね取った。でそしてここを開けて中に入っていくといった感じになりますね。面白いですね。おね、押しながらね、わかるわかる、そのタイプだね。いつ頃の車両なんだっけ、現役で箱根行ってたのって。相当前、相当前じゃない。うわー雰囲気あるね。夢のなんか電車だったよ昔。図鑑の電車ね。すごい、これが現役でまだ走ってるっていうのがすごい。面白いことしますね。湯煙のんびり号というね名前になってます。ロマンスカー、これもカラー変わってんだよね。こんなやつ、こんなだったっけ、もともと色が、ね、違う、違うよね、うん、そうだよね、オレンジっぽい色だね。配色はね多分一緒なんだよね。ああなるほどね。ボイの配置はね、色だとかオレンジだったよね。オレンジだったよ、そうだよね、オレンジっぽい、そうだよね。これも多分ね全部当時のままだね。そしてね御開帳6月29日までやってるからね、今日はね善光寺にも行きます。動画もしかしたら別動画にするかもしれないですけどね。善光寺、まあ人がたくさんなんで撮れるかわかんないけど。そしてねこんな感じのテーブルがね出てきますよ。こうやってね素晴らしいですね。そしてあとこれね、こちらにもテーブルが出てくる。はい、もうリードシップが閉まってこれから発車ですよ。
はい、出発です。下なんかありがとう。そしてスタートするともう明らかに下り坂、目に見えて下ってるのが分かるというのもなかなか珍しいですね。お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。この列車は特急湯けむり長野行きです。信州中野、大伏せ、須坂、善光寺下、権堂、終着駅長野の順に停車してまいります。次は信州中野です。Thank you for using the Nagano Dentist Line. This train is the limited express Yukemori, bound for Nagano. The next stop will be Shinshu Nagano. お待たせいたしました。本日は長野です。ご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急ゆけむりの2号長野行きでございます。北品高原と呼ばれ天然温泉や市場も整備されております。すごいね。なかなかいいとこですね。長野県は温泉川を作りになってくれるんだね。おお、こんなことするんだ、面白い。この川の下流には13崖、13崖と呼ばれる崖がご覧いただけます。応永13年、西暦1406年にこの山瀬川は大洪水を起こしました。それまで中野扇状地の中央を流れていた山瀬川が流れを変えて放射山麓を削り、ご覧いただける崖ができました。中野の方でございます。この崖が応永13年にできたことから13崖と呼ばれていると伝えられています。長さは約1500メートル、一番高いところで約30メートルあり、ハヤブサの一種、チョウゲンボウの集団繁殖地としても有名で、国の天然記念物にも指定されております。さらにそうね、ここで違いですね。リア戦車両、これも後で乗りますよ。大丈夫です。はい、犬が注文大丈夫。すごいね、下ってるね、面白いですね。結構狭いところをね走っていく感じ。そしてかなりやっぱりその、ね、河川の支柱がねトラス型っていうのは結構やっぱり古い感じがするけど、単線のね狭いところを結構走っていくね。かなり面白いですよ。まもなく信州中野に到着です。お降りのお客様はお忘れ物などなさいませんようお気をつけください。この後3番線12時に行くと随分新しい感じが。はい、なかなかこれ人気のねお寿司みたいですよ。エリンギ握り寿司、これ3つ入って350円。でこちらがねリンゴジュースおぶせの、ね、キンキンに冷えてる、ね、これが250円、飲んでみます。これ
ですかこれ。面白い、初めて見たよね。いただいてみますよ。うまい。今、小布施に到着ですね。トイレ休憩10分止まります。なので、ちょっと栗ソフトなんか売ってるらしいんでね、栗が有名なんでね、小布施はね、買ってこようかなと思ってます。非常にね、面白い、魅力的な電車ですね。中でずっとね、観光の説明がね、アナウンス流してくれて、流してっていうか、喋ってるんですよね。いや、本当に、すごい面白い。これやっぱり食べとかなきゃですよね。380円、ちょっとやっぱ食べたいね。食べます、せっかくなんで。長野に来たら栗ですね。僕ね、栗、かぼちゃ、さつまいもであんまり好きじゃないですけど、これはいける。栗ソフト、これが栗ソフト、うまそう。あ、それ大丈夫です、すいません。はい、来ました、いただきます。はい、いただきます。ちょっと最近ちょっと、甘いもの過剰摂取気をつけないといけないです。いただきます。うん、うん、うまい。栗の味がする。当たり前か。うまい、おいしいね。うん、なんかこう上品な味がするね。おいしい。スタッフに戻ってきてるんですよ。面白いね。すべて払い下げの車両ですね。日比谷線と東急線。面白いですね。これ日比谷線のね、車両ですね。僕の方にはね、成田エクスプレスも止まってますね。はい、須坂を出ます、ね。これがマッコウクジラですね。走らせないんだね、多分もうね。どうなるのか分かんないですけど、面白いね、地下鉄って感じ。そしてこれからね、まあ、見どころの一つでもある村山橋という橋をね、渡ります。の途中で止まります。本当に面白い、珍しい、千曲川ですね。
新潟県に入ると信濃川に名前が変わります。大きな川、日本一長い川ですね。ようやく発車ですね。5分ぐらい止まってましたからね。なかなか面白いですね。この辺から南線から副線に変わるとこですね。日本の線路になります。ここは朝日という駅ですね。ここからは、副線になります。線があるというか、大駅、長野駅、非常にまあすごい都会な感じがするね。やっぱ長野はね、スノーモンキーと、元の日比谷線車両がいましたね。地下にね到着します。長野駅到着。これからね善光寺歩いていきますよ。はい、突き当たりドン突きですね。長野駅到着です。はい、わー、なんか運転席も味がありますね。なんかすごい高級感のある運転席な感じがするね。あのライトといい、面白い。いやー面白かった。この3台ね、ロマンスカー成田エクスプレスね、日比谷線、面白いですね。長野県でこういったね共演が見れるなんてね、本当にすごい。まあなかなか面白いですね。ロマンスカー最高でしたよ。あ、本当に面白かった、観光列車ですね。あ、懐かしいな。面白い、はい、こちらが長野駅、善光寺御開帳がね思いっきりこう強調されてますね。やっぱりね、
7年に1回ですからね。善光寺参拝の動画は別の動画ね、上げようと思ってるんでね、ここからねちょっと切り離して、別の動画を撮り始めようかなと思います。あー、地下のね通路が本当に都会っぽい感じがしますね。新潟にはない感じのね、地下の長い通路あります。日本全国そば行やってますね。今日は長野電鉄に乗りますっていうね、旅の途中ですが、せっかく長野に来たからね、まあちょっと立ち食いで申し訳ないですけど、こちらね、そばの信濃のここで長野駅のね、おそばを食べようかなと思いますよ。はい、長野電鉄降りてすぐのね、立ち食いそば屋さん、うどんそば信濃で、どれにしますかね。やっぱそばを食べないとね、長野に来たらね、天ぷらそばとかに行っちゃおうかな。温かいのが食べたいよね、ちょっと今日はね。うどん各種これにしようかな。これね、やっぱりチートロだよね、やっぱりね。よくわかんないけど、ここで買えばいいですか。チートロ、チートロそばいいですか。お願いします。なかなかこれは替え玉とかもあったね。替え玉、肉そばもうまそうだね。おけさん肉そば、黒胡椒をかけるのがおすすめみたいですよ。黒胡椒、これは面白い。これチートロ、卵が入ってるスープでチーズと。いただきますよ。いただきます。いただきます。お酒です。チーズと卵、あ、溶いちゃった。これをまあ絡めて食べると。いただきます。うめえ。不思議な味です ね、 ね、あのとろけるチーズが入ってるね、おそば、とても美味しかったです。おすすめ。はい、ここからですね、また長電に乗ろうツアーに戻ります、ね、長電善光寺下駅に戻ってきました。今ね善光寺参拝してきてですね、途中ね善光寺動画はまたね別動画で上げますんで、上げるんですけれども、またね長電ツアーまだね日比谷線に乗ってないですからね。元日比谷線にねこれから乗れるかなっていうところですね。乗れるまで帰りませんのでね、行ってこようと思います。善光寺下駅はね完全に地下鉄の雰囲気ですね。地下鉄左右には壁画があって、まあでこう地下、昔はねこう地上だったらしいんですけどね、まあ何十年も前にね地下化されて、長野市内はね地下にくぐります、潜ります。左右には壁画、すごいいい雰囲気。まあかなり昔の雰囲気ではあるけど、ね、まあ地下鉄の感じですね、中電のね、すごいなんか面白いですね。わあ不思議な空間でございます、ね、中電これからまたね乗ってこようと思いますよ。ロマンスカーってかなり前から走ってんのこれ。この絵が新しいのかな、そもそも割合ね、40だね。
電光寺下の駅は本当にいい雰囲気ですね。すごいまあレトロな感じがあり、うん、なかなか素敵なとこでございますね。え、完全にアナログ式の改札ですね。特に駅員さんは出てきません。いない感じでね、普通に、まあ僕はねフリーキップ持ってるんでね、そのまま入ります。大縄の方面も完全に地下鉄の作りですね。地下鉄とは特に呼んでないのかもしれないですけどね、まあ、長電のこの市内の区間、市内、まあ、都心部の区間ね、地下に潜ります、地下鉄の作りだね、完全に電光寺下の、ね、看板です。香港の駅に行きたいから、うん、香港の駅に行くとなると特急乗っちゃうと通過しちゃう。あ、そうだよね。香港なんかあんの？何にもないの。あ、よかった行きます。あ、地下鉄らしい感じの雰囲気の音がするね。かなり音がでかい。乗らない三両編成、ね、さっき乗りましたからね。日比谷線まで待ちます。来ますね。向こうは湯煙が来ますよ。ロマンスカーいっぱい走ってるんだね。結構乗ってる。いい雰囲気ですね。もう一回乗りたいなと思っちゃう。バイバーイ。なかなか面白いですね。これに乗って長野に行きます。はい、空いてますね、基本的にはね。はい、では善光寺下を後にします。ね、二駅長野まで行きますよ。今臨時で止まってる、この期間だけね臨時で止まるみたいですよ。長野駅はね突き当たるんでね、ぐるりと回って、まあ、なんか3分しかないみたいなんでね、とうとうでもこれで、ね、めでたくミッションクリアですね。はい、これが日比谷線の車両でございます。信州中野行きワンマンカーですね。ああ、これ、いやー、これ日比谷線なんだ。ラインはね、後からでしょ、色も。これは新しくこっちだった、ね、だよね。ここから向こうは日比谷線。あ、そうだよね、灰色、そのまんま。面白いですね、日比谷線に乗ります。ラッキー、乗れてラッキー。これでミッションクリアですね。はい、日比谷線に乗ります。元日比谷線の車両来たいって言ってますね。東京さんが本郷に行きたいということで本郷に降りてみます。非常に楽しみです。音がする。
が見えていきます。多分車内はね、広告以外はそのまんまですね。日比谷線だった時のまんま走ってるんだと思います。この本郷の手前からね、地上に出ます。一気に登る感じ、坂を登って、本郷、本郷は地上の、表の駅です。本郷で降ります。ホームがすごい短い感じする。この本郷はなぜ降りたかというと、昔はこの教場駅舎だったらしいんですけど、ね、やめて地上の駅に、そのまま地上に出られる感じの駅に変わったそうです。そこで行き止まってるっていうね、行けないんですよね。昔はここ登って上に駅があったらしいんですけど、僕は分からないけどね。それが近年改装されて、ここから普通にもう出れちゃう。なんもないの？なんもないじゃん。すごい。これだけ？ただこれだけの感じ？そしてこのトイレ、越後翡翠海岸駅と同じようなトイレがありますね。わあ、これで本当になんもないんだね。普通に出れちゃう。これ面白いですね。近年改装されて新しい感じのね。無人なんですね。ああ、バリアフリーと無人になった関係でね、切符は買える。だけど本当無人、丸っきりの無人ですね。昔はね、この上が駅だったらしいんですけど、ね、ステーションデパート、今は何もないんだね。行けないんだ。行けないんだ。今本当にもう簡易的な駅に変わった感じになりますね。これは本当に、まあ時代の流れというかですね、ちょっとびっくりですね。ただの屋根になった感じですね、本当に。上には何もない。唯一この辺ではあの、ね、立体的な都会っぽい駅だったのが、近年、ね、この上が本当に何でもない、ただの建物というか屋根、ただの分厚い屋根に変わった感じになりますね。そして電車が入ってきました、元東急の車両。いや、そうですね、東急ステーションデパートから出てくる。そこうっすらシールを剥がした跡があって、ヤマハ音楽教室って書いてあるね。あの中に音楽教室とかがあったんだろうね。でデパートっていうぐらいから、だから、ね、多分お買い物なんかもできたりしたのかもしれない。その時代とかもどんなだったか見てみたいけれどもね。上は本当に何にもないのかわからないですけど、ただの本当に分厚い屋根のような感じになってますね。すごいですね。ちょっとかつての情景を僕は知らないですけれども、おそらくここにね、階段か何かがあったんじゃないかっていう予想ですね。そこをこうね、埋めてこんな感じになってるっぽいね。上の方ね、行ってみたかったですね。どんな感じなのか。本郷駅を後にしますよ。東急車が来ましたね。田園都市線、これも結構ね、これカーブが多いですよね。なんか面白い、モロ特急の車両。東急車両、昭
昭和51年の車、そんなに古いんだ。そして2009年に車両改造されてます、まあ、モロ東急の、ね、車両で田園都市線という話ですね。この信濃吉田で降ります。これはほら立体的な感じのね、いいですよ、今風というかね、おそらくさっきの本郷もこんな感じだったと思われるんですけどね。ちょっと知らせ寄ってみますよ。須坂行きの東急線を、ね、に別れを告げます。すごいよく走ってるよね。昭和51年の車両とは思わなかったね。相当古いね。ちょっと寒くなってきた。風が強い。ちょっと信濃吉田駅、駅舎の中、駅舎こんな感じ。一応有人なのかな、いや無人なのかな、よくわかんないけど、こんな感じの作りですね。左右ね、やっぱり上り下りともエスカレーターがあるね。結構、そして電光掲示がある。ね。割と新しい感じはするね。いや、感じはするんですが、その中でも都会的な感じの雰囲気はある。立体的に作られてるね。こんな感じですよ。信濃吉田駅。こんな感じです。降りてみました。特に何があるわけでもないけど、降りてみた。中にはね、エレベーターなんかもありますよ、ね、そして1個下のところからね、階段があって、そしてこのマンションにつながってるっていう素晴らしい作りですね。すごいすごい、こんな感じの駅があるんだよね、この県にね。じゃあ表側でしょうかね。ね、信濃吉田駅表側に降り立ちました、ね、駅前には、ね、飲み屋さんがあり、新金があり、ね、ロータリーなのかな、これちょっと、まあ、若干小狭いですけど、ロータリーがあり、ね、こんな感じの駅、ね、ちょっと降り立ってみましたよ、ね、みんななかなかテンション上がってますね。駅の真ん前にはマンションのようなものがありますね。駅地下、信濃吉田駅、ね、来てみました。こんな感じ。北長野 JR の駅まで、JR じゃないや、信濃鉄道の駅までね、ぐるりと散歩して、また戻ってきました。ここは、信濃吉田駅、戻ってきました。ね、また、15時50分、信州中野駅にね、乗りますよ。はい、みんなで撮ってます。ね、ジョー君、源次郎君、ね、みんなで撮ってますよ。またね、東急車両ですね。あ、今度は、これね、真ん中ドアっぽくなってるけど、ハリボテですね。ドアっぽく見せてるだけ。なかなか面白いですよね。こういった車両でございます。東急車両。これもかなり古いタイプのね、ものでございますね。運転席をね、後から付けたっていうタイプのね、非常に珍しい感じのね、改造でございますね。ハリボテのドアっぽくしてある感じのものです。外からもね、枠の模様がね、入ってて、ドアになってる感じの、ドアっぽくなってる感じのね、ものですね。普通に、ね、スピードメーターとか普通に動くんですね、まあ、大体60キロいかないぐらいで走ってる感じかな。都会の電車の音がするね。駅に戻ってきて、最後にね、この歩道橋の上からね、ちょうど車庫がね、見える、車庫というかね、車両基地が見えるんでね、ちょうどね、東急車両入ってきましたね。この歩道橋の上からね、見てね、動画締めようと思います。一日すごく楽しめました。ロマンスカーにも乗れてね、成田エクスプレスも乗れて、とても楽しい一日でしたよ。西口方面歩道橋に登っていきます。かなりね、長い立派な歩道橋あります。
ここからね、まあ車両基地ね、こうちゃんと駅もねこうやって見えるように配慮してあるというか、ね、ガラスになってる部分があります。こちらが車両基地ね。そのね、まあ、マッコウクジラと呼ばれてるこのね車両、これもね日比谷線の車両ね、古い車両乗ってみたかったけどね、もうね走ってないようですね。成田エクスプレスもいますね、奥にね。あ、来ましたね成田エクスプレスね、面白いですね。これ本当快適でしたね。向こうにはね屋根付きの車庫がありね、整備とかもできるのかな、もしかしてね。非常に面白いね、見どころたくさんの電車でございますね、長野電鉄。あっちにロマンスカーもいるんだね。もう一編成ね。ね。この辺の右の車両はもう動かさないのかな。どうなんだろうね。多分もうどれか1本だけ多分動くんだよ。動くのあるんだ。あのマッコウクジラ。楽しかった、ありがとう、バイバイ。はい、止まればいい。いかがだったですか、ね、長野電鉄乗りまくろうぜっていう、ね、話なんだけど、まあ、ちょっとね他のところも見たり、ね、そうですね、うん、そしてここまで来るのも車で来たり、まあ、なかなかね一日でも充実しましたね、はい、見てください、あれ夢の共演ですよ。あのロマンスカーとね、ロマン、あ、ちょっと遠いか、ロマンスカーと成田エクスプレスが並んでるんですよ。あれ近くで撮りたいね、あれ。あれ近くで撮りたい。ね。ね。差し込んでね、これでね。差し込んでね、これでね。差し送っときますから。うん。ありがとうございます。ね。まあ本当に一日長野電鉄、もっともっと乗りたいと思う感じ。ね、あの、ロマンスカーの先頭車両、先頭の席にね、一番前の席にちょっと乗れなかったのが残念でしたけど、ね、また今度ね、乗れる機会があったらいいなと思ってます。ね、なかなか湯煙号楽しかったですよ。はい。というわけで、どんな感じの編集になるかわかんないですけど。5 days! いや、5 days! いつも言うけど、結局ね、1時間ぐらいの動画で、こう1個にまとめちゃうんだけど、まあ非常に楽しかった。はい、今日ね、まあタクト君がいないでね、冒険ツアーとは、名乗りませんが、まあ、一郎、ツアーということで、はい、一日楽しませてもらいました。帰りは OK さんの運転でね、今日ね、飲めなくてちょっとかわいそうだったけど。そう、ワインが飲めたんだよ、ワインがあれね。本当はね、本当ワイン飲めなかった。ワイン、車内販売回って。飲ませてあげたかったんだけどね。まあ、どうせ俺飲まないからね、運転してあげてもよかったんだけど、まあね。ちょっとね、今日はね、アルコール抜きということで、はい、楽しませてもらいました、はい。はい。というわけでですね、帰ります、新潟に。はるばる。ね。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。バイ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 。チャンネル登録、あの、高評価よろしくお願いします。お願いします。はい。ありがとうございました。人間は作りません。はい。ありがとうございました。